ジェミニアーニのエクササイズ16番、それから D の部分です。これ弓の練習ですよね。で、G と書いてあるのがダウンボー、S と書いてあるのがアップボーになります。で、これ何をやらせようとしているのかというと、アップボーだろうとダウンボーだろうと、そのファンクション、そのハーモニーのファンクションとか、音の強弱の、部分に関しては、弓のアップだろうとダウンだろうと変わらないということを勉強するためにあります。で、例えば、まず、1小節目のところから2小節目、3小節目のところで同じような音型が続いてますけど、最初のはスラーが5つつながっていて、2小節目はスラーが4つつながって、3小節目はスラーが3つ、そして4小節目で2つになってっていうふうにスラーの種類が変わっていく。だけど結局その弾き方は変わらない。そのスラーのやり方とか、それからスラーが終わった後の弾き方が変わらないようです。だから1小節目はこれ全部がディミネンドという形になります。先へ持っていかないようにしましょう。それから最初の16分音符ですね、2小節目のこれ下のレの7のハーモニーなので、しっかり弾いてあげて構わないと思います。そしてその後、ここまでスラーで最後の音だけダウンボーに変えます。で、この時に一番注意しなければいけないのは、というふうに弾き切らないということです。なのでい弓で返してあげましょう。そしたら次はそのままの弓で下の G を弾いて、弓の元にいますよね。その元に行ったところでダウンボー、次 G ですからダウンボー3つ、そしてアップに少し力を入れて、最後の音はやはり2小節目の一番最後の音と同じように弱くしてあげる、というふうな、ちょっとシステムですけど、いつも言ってるように、音の表裏があるようにしましょう。ですので、1小節目はアップボーで、さっきの録音ではベースのラの音を弾いていますので、これの中にアップボーを入れていきましょう。その場で、そしてアップボーでしっかり弾いてあげましょう。下の和音を見ると7、9の和音です。このファのところにアクセントが多少入ってもいいと思います。それからこれ今割とこういうふうに弾きました。これはやっぱりスラーがついた音というのは、どちらかというと最初の音がアプジャトゥーラになるので、ちょっとアクセントをつけてあげると割といいと思います。そして5小節目ダウンボーで始めて、さっきのスラーの理論と同じです。最初の音割と強く、ここでアーティキュレーション少ししてあげて、ファを弾いてあげましょう。アップボー、ディミネンドですね、ここ。そして7小節目アップボー、3つのスラ、弱く、というふうにつながっていきます。そしてその後9小節目、これアップ音で入ります。で、これはあまり強くなくていいです。ただの1の和音で、ここですけど、この9小節目のこれダウンから1拍目のから始まってますね。これがってなんないで、割とニコニコになるように最初から弾くと、上にディミネンドをかけていきましょう。
10小節目、これダウンボーで終わっているのでアップボーから始めます。この時にはどのシャープに割と重みをかけてあげましょう。上に向かって弓のエンド、次ダウンボー。これスラーの理論ですね。アップボー、そして次に下のソー、アップボーで弾きます。ダウンボー。次はですね、ダウンダウンなんですね。この時に弓が同じ場所、弾き終わった場所で上を弾きましょう。次ダウンボー、アップボー。ベースの音弾くとアップボー、下に向かってディミネントが入ります。今のところで大事なのは14小節目ですね。14小節目の1拍目、それから裏は両方ともダウンボーなので、ダウンダウンに弾くときに弓を戻さない、戻さないで、自分が弾き終わったところで弾くようにしましょう。でこの時にですね、あんまり下を弾くときに肘を高くしないようになるべくしましょう。そしてこの曲、ゆっくり練習しますけども、決して無機質にならないようにハーモニーを感じながら演奏してあげるように、練習するようにしてみましょう。その後ですね、ダブル線、二重線の後です、これもベースの音を最初に弾きますけども、まあこれはアップボーで、次ダウンボーで5つの音が鳴ってますね。そしたらアップボーで下の地を弾いていきましょう。その時に肘がこうガッと上がらないで、ここにいたらそのまんまこういうふうにいけるように、そして戻ってきた弓、ここまで大きく必要ないのでちゃんと戻ってあげて、アーティキュレーション、ダウンボーで、次ダウンボーなのでやはり同じところに戻、終わったところから弾きましょう。同じですね、アップボーで弾きます。戻ってきたところでダウンボー、次ダウンボーです。そして飛んでダウンボーですけど、やはり弾き終わったところから、この時にですね、ミの音、これが出ないように、アップボー、ダウンボー、そしてダウンで弾いたところからアップボー、アップダウン、アップ。これ特に気をつけなければいけない、25小節目のところですけど、1拍目の裏はダウンボーですので、これにアクセントがあまり入らないように、できれば次レの音、そしてアップボー、
で、このシとミは5度を同時に押さえてあげるように、ダンボの下、この G シャープを弾いてあげましょう。アップボアップボ、こっちの方が G シャープが大きいです。アップボダウンボ5度で押さえて、しっかりアップボ3つまとめて、アップボこういうふうに弓が例えばですね、表の音にアップ棒が来て裏の音にダウン棒が来た場合でも、ダウン棒の方が強くならない、つまり表の裏と 裏の音があった場合には表の裏の方が、弓よりも大事だということを忘れないようにしてください。時々それが逆になってしまうことがあるんですね。そしてもう一つ気をつけなければいけないのは、同じ音量で弾くとどうしてもアップボーの方が強く聞こえてしまうことがあるんです。例えばこれ何も考えないで弾くとこうなっちゃうんですけど、ちゃんとアップボーのことを考えてあげると少しアップボーを弱くこうやって弾くということが可能になるんですね。そういうことを少し気にしながら、このエクササイズをやってみましょう。